柴田殿、わしは勝つ。わしの天下を打ち立てる。お前様のためだもん。あたし頑張るよ。戦わなくちゃなんねえんだな。本気で押し切れた。仕方ねえんだ。無用ぞ。開門。じゃ、受けてくよ。年恵は織田家を共に支えた兄弟みたいなもんじゃ。年恵を説得に行く。ねえ、一緒に来てくれ。もちろんだよ。年恵を放っておけないのよ。進め。進軍せよ。ネレの活躍でわしは大助かりじゃ。進め。総大将の首を取り騎士改正を図るのだ。守りを固めろ。かかれ。ネレ、すぐ行く。無事でいてくれ。進め。天に昇るが、この窮地いかに出すか。しようかと思ったぞ、ネレよ。うん、大丈夫だよ。心配してくれて嬉しいよ。開門。高すぎる夢を持つ旦那と純粋すぎる子供たち。さあ、頑張るんだ。準備はしないかい。みんなのためならいくらでも頑張れちゃうよ。Oh!
あんたの覚悟見せてもらった。あの刑事をよう止めた。わしは嬉しいぞ。わしと互角に張り合う奴がおるとはな。お姉さん、無理はないぞ。やっぱり上手だな。ヒヨマサはいつも私のことを気にかけてくれるね。ほんと、ヒヨマサのおかげで頑張れちゃうよ。助けてくれると信じとったわ。お前が勝家のために戦うのはわかる。じゃがな、わしはお前と共に新しい世を作りたいんじゃ。俺もお前らと戦いたくはねえんだ。分からずやだね。門は忍法で開けちゃうよ。おきい、すまねえ。やっぱ秀吉と戦えねえ。開門。下がれ。開門。都心とても辛いんだろうね。早くみんなが暮らせるようにしなくちゃね。我が軍が押されている。本陣の守りを固めるのだ。開門進め。今こそ披露せる。ここまでよ。引け。この道を使えば近道できそうだね。私は頑張れるんさ。進め。
俣が首見事取ってみよう。うん、一丁上がりだよ。皆が笑って暮らせるようわしは作るぞ。柴田殿、お前様の夢あたしが支えるからね。うちの人のためエレリンボーで頑張るよ。挟んでのにらめっこが随分続くね。互いに相手の強さを知っとるで、ガチに動けるのさ。見せれば人を捨てろ。先手取らせてもらう。敵陣中央を突破して小牧山城への進軍路を開く。私は忍びたのに力のためだよ。砦に潜入して半蔵を倒して門を開けなきゃ。遠兵として参った。己の天下を築くにはこの戦型にはならん。わしと家康とのどちらのやり方を天が選ぶか。きっとお前様の方だよ。天はどうかね。私がそっちだからね。さあ行くね。左近、長久手砦へ向かえ。徳川の本拠岡崎城の目の前にデーンと陣取って家康殿に揺さぶりをかけ敵を分断してるんさ。登れる場所を探さないとね。もはやこれまでだ。岡崎に向かっているかと。岡崎を脅かされねえ。わし自ら動くよりないか。戦術的に兵力分散の下策と知りつつだ。今なら小牧山城が手薄。一気に攻め込むさ。小牧山城さえ取ってまえばこの戦勝ちや。勝利条件変更。終えたわ。開門。
なぜそう言い切れる？だって、敵の人の前にそういう殿下だもん。その時、わしで待てるにはなるな。さあ、攻勢に出るぞって言いたいとこじゃが、どうやら例の3人が喧嘩しとるみたいなんさ。困った子たちだね。あたしが好きな人は三成が。ほら、えりくつ言わない。誰かこっちに回してくれませんかね。おねね様の仰せだ。ほら、あたしが言わなくても仲良くなさい。三成、みんなと仲良くしないとお仕置きだよ。なんだかんだで力づくですよね。敵の攻撃を受けている今こそ、むしろ逆撃の好機。進め！敵大将を撃ち取るのだ！開門！守りを固めろ！行くぞ！家康との盟約と光秀の思いが秀吉の天下を阻む。私の思いがうちの人の天下阻ませないよ。うちの人は撃たせない。私が影から支えるの。それが妻の忍びの私の覚悟だよ。上等。声なき影の力は誠実に示してもらおう。誠実に上等だよ。
ありえねえ。進め。いい覚悟だった。俺たちの覚悟が負けるほどのな。敵を見誤るはずなの。敵将倒しちゃったよ。ネネの活躍でわしは大助かりじゃ。わし自ら猿の首取ってくれようぞ。勝敗は決した。だが戦で寛容なのは負けの方法。ただ勝つ。殿の未来をつなぐためのたとえ拙者がここで散ることになろうと。半蔵も未来と絆のために戦うから強いんだね。戦って分かったよ、忠勝。古今独歩の宗師だね。後ろでもネネ忍法で潜入だよ。くせ者。こら、コトロ。次は下だ。ネネは頑張るいい子だな。褒美だ。もう一本くれてやろう。忍びが目立つな。現実か。さあ、天下まであと一歩。そう仕上げじゃ。お前様、ようやく夢が叶うんだね。ベルカー、余とは常にこの本目で守りを固めろ。
哀れよ。世の摂理について、くだらない戦を繰り返す。いいの。だって平和が一番だもん、エネルギー。ありがとね。二人は自慢の息子だよ。そんな、俺の方こそ、俺にとっておねね様。清正超真っ赤、すげえ真っ赤、かわいい。って怖え、顔が怖えよ清正。進め。
格。お助けください。うひゃー、援軍出してくれんかの。助けください。わしと互角に張り合う奴がおるとはな。無念、敗北。